マイパンです。皆さんどうもこんばんは、マイパンです。学校先生あるあるやっていきます。みんなインスタで答えてくれてありがとう。怒らないから正直に言いなさいって言うけど、正直に言ったら必ず怒る。いるね、やってみよう。ちょっと田中、怒らないから正直に言いなさい。このガラス誰が割ったの？田中ですか。やっぱりね。なんでさっきまで騙したの？先生本当に許しませんよ。だいたいね、受験も控えていて、もう最高学年だっていうのになんでこんなことしなきゃいけないんですか。しかも嘘をつく、そうやって言うからね。怒ってないよ。怒ってないですよ、全然。そういう時もありますよね。うん、仕方ないと思います。だけどやっぱり嘘をつく。卒業式の練習で少し涙目になっている。いるね、やってみよう。成功性は立たないよ。うん、座って座って。田中くんは卒業生でしょ。立って立って。え、泣いてない、泣いてない、泣いてないよ。練習に集中してね、ということが多い。いるね、やってみよう。でね、次はね、教科書58ページなんだけどね、開いてもらっていい？ OK？ はーい、開いて。ねえ、それ何持ってんの？教科書じゃないよね。何持ってんの？走んなさい。ちんちん、そんなでかいの4持ってきたな。もうむしろそれはすごいよ。ずっとやり続けなさい。それでね、いいですか？あのね、みんなにはね、ここからすっごい重要なことをね、お伝えするけん。うん。絶対にノート取ってね、欲しいんだけどね。OK?OK? いくよ。はい。ね。ここまでやりすぎた。ごめん。いかがだったでしょうか？ちなみに私の通っていた学校にも癖の強い先生たくさんおったけ、またみんなにシェアできたらいいなと思います。この動画が少しでもいいなと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。あ、インスタで先生あるあるたくさん募集しとるけんね。せーの、天野橋立。